郵政民営化宣伝戦略っていうのをやったんです、はい、改革にポジティブなイメージを持つ層、はい、これを横軸にして、はい、国民の知能を縦軸にしたんです、はい、知能が高い人、これ騙されないから、はい、ここはもう相手にしたら、はい、改革はダメで知能の低い人、はい、ここはもう食いついてこないからダメ、はい、一番いいのが改革っていうイメージは好きだけど、はい、知能の低い人、それが B 層っていうんです。 B 層っていうのは一体誰かと具体的に書いて、僕それ国会で追及したんです。これこそ人権侵害のいいところだろうと、はい、B 層、主婦、はい、学生、情報リテラシーの弱い人たちって書いてある、はい、そこに繰り返し繰り返し郵政を民営化すれば年金も良くなります、景気も良くなります、で繰り返しやっていくわけです。まさにファシストのやり方でも成功するわけですよ。